昔昔あるところに赤の女王というとても大きな頭の怖い女王様がいました。その女王様は時を戻すのに必死でした。そして染みそばかすニキビを隠すのも必死でした。そう、私は厚化粧が好きなのよ。すっぴんを見たらびっくりすると思うわ。私のこの化粧をしていくから見ておいき。絶対に驚くんじゃないわよ。絶対驚かれるわ。どうしましょう。少しでも私のシビアそばかすバカにしたら打ち首じゃー。まず私がいつも使ってるのはこのフェイスケーキのリキッドタイプのもの。これを顔全体に塗っていくの。まず赤の女王なんて私いつも吹き替えで見てないから合ってるのかわからないけど、とりあえずこの言葉で喋ってます。はい、もう普通に喋ろうかな。ね、これこの今眉毛やってるスティックのりでもいけるんですけど、スティックのりやったら私ちょっと肌荒れちゃうので、普通にまつげつけるのりとか、こう肌に優しいものを使っていって、眉毛をなくしていきます。結構これでもね、案外消えるんですよね。で、その後に、ペイント、ボディペイントとか、あとはフェイスペイントのものを使っていきます。これしっかり色つくのですごくいいです。眉毛を隠すようにですね、赤の女王のイメージ、水色のシャドウですね。シャドウというか、アイシャドウみたいな感じなんですけど、それをがっつり塗っていきます。結構青色でも、ベースが白なので、綺麗に水色になります。塗り方としては、眉毛と同じ、こう、ラインですかね。引いていくのがいいと思います。横に眉毛に沿って塗ることによって眉毛が綺麗に隠れます。こんな風に見ていってください。この後ですね、フェイスペイントは結構ベタつきがあるので、水色のアイシャドウ、まあ、パウダー状のものですね、それを塗るというかポンポンポンと乗せるようにやっていきます。その後フェイスペイントで眉毛を描いていきます。先にやっぱり水色で描いちゃう方が眉毛も綺麗に描けます。赤の女王は、この目と鼻の間のこのくぼみのところ結構くっきりしてるので、だいたい白に近いベージュをですね、しっかりと塗っていった後、アイラインでしっかりと引いていきます。このアイラインはメイベリンのハイパーシャープライナーです。私がずっと愛用してるやつですね。しっかりと、アイラインで目の周りを埋めていきます。つけまつげは100均のものです。だいたい同じような形を使えばいいかなと思って使ってみました。下まつげはウームまつげ用のものを使います。少し間を空けるとより赤の女王っぽくなります。唇の色をしっかりとフェイスペイントで消していきます。この赤のリップもフェイスペイントです。ただフェイスペイントって結構ぬるっとしてて取れやすいので、この上からもう一度シャドウを塗った方がいいかなと思います。今回はシェーディングもしていきます。赤の女王は結構骨格がはっきりしてるので、茶色ではなくて、まあ大体ちょっと肌色に近い色を軽く影をつけていった方が、より綺麗な骨格ができて赤の女王に近づけるかなと思います。ほくろつけるの忘れてました。これで以上よ。うまくいけたかな？わからへんけど。なんか話してはんで怒ってんだ、怒ってる。怒ってんの。いやでも、はははは。はい。まあ、こんな感じでした。ぜひ皆さんもですね、ハロウィンやってみてください。ということで、今回は赤の女王のメイクでした。本当にお待たせしました。それではまた皆さんお会いしましょう。バーイ。うー、乳首じゃー。落ち武者。